はい、おはようございます。シマリスです。今日もねシマリスラジオをやっていこうと思います。そろそろ1ヶ月だね。そろそろ1ヶ月になりますね。頑張ってる続けることが大事だからね、何でもね。そう、何でも続けることが大事です。はい、というわけで今日もやっていきましょう。さて、というわけで1ヶ月ということでね、この間ねちょっとね自己啓発的なね本を読んだのよ。本を読んだ、 Kindle さんで、なんか Amazon プライムのに登録してるとタダで読めるさ、本がいくつかなんかあるんだけど、それでね読んでね、まあいろいろ目標達成するにはね具体的じゃないといけないよとかね、例えばダイエットでさ痩せるとかじゃなくてね、何キロ痩せるみたいなそのためにはね毎日何をするみたいな、まあ、そういう具体的なところまでしっかり、ね、落とし込んでいって、それをね、習慣化することによって、いけるよっていう。まあ、人生は習慣だよっていうね、そういう本をね、読みました。まあ読んだ、こういうのってさ、ね、読んだだけでさ、満足しちゃうことよくあるよね。それを実践できる人はね、ほんと数少ないらしいですよ。どっかで見た数字では。なんでね、今はね、今 YouTube で、まあ、僕も、なんだかんだとね、これがもうちょっとで1ヶ月続きますが、続けてる人はね、いつかどこかで何かの間違いがね、起こる可能性はありますからね。ね、まあ、その、ね、ただ何もせずにさ、こう、ね、のんべんだらりとさ、過ごしていても、まあ、しょうがないっちゃしょうがないんだけど、ね、向上しようと思って何かしたりとかね、何か新しい取り組みをしたりとか、まあ、そういう風にね、こう、まあ、改善をしながら、ね、いつか何かの間違いが起きる、自己待ち、まあ、パチンコやスロットと一緒ですね自己待ちをしてね、まあ、いつか事故る時が来るよ、続けてればね。そう、それがねもういつかは分からないけどまあ来ない可能性もあるけどね、生きてるうちに来ない可能性もあるけど、まあ、来るかもしれないんでね、まあ頑張りましょうねという、その日を信じて、その時を信じて、日々自分をね磨いていきましょうねというそういう感じです。でね、昨日というかもう僕は、時間としては今日なんだけど、9月15日に、かな多分、みんなブレフロって知ってる？ブレフロ。ブレイブフロンティアって知ってる？僕は昔やってたゲームで、アプリのね、スマホのアプリで、全然、僕がやってる、シノアリスとか、ブリコネとかとはまた全然違ったね、ゲームなんだけど、ブレイブフロンティアっていうね、ゲームやってて、それのなんかね、新しいやつが、リリースされたみたいでね、ちょっとやってみました。やってみました。特にプレイ動画とか載せないと思うんだけど、やってみて、システム的にはもう全然変わって、横持ちの、ブレフロは縦持ちだったんだけどね、もともと僕がやってたやつは。で横持ち そのアクションゲームみたいになってて、左側で、疑似的な方向キーが出て、でそれで操作してみたいな、でフリックで回避してみたいなね、白猫みたいな、まあ、あれは盾だけどねなんかそういうねのようなゲームが、リリースされて、でちょっとねやりました。キャラがね結構昔のさ、機械の女の子のさ、光属性のリリスちゃんとかさ、ね、闇属性のキクリちゃんだっけ、キクリちゃんとかさ、昔使ってたさキャラが出ててね、あー懐かしいとか思ってやりましたよ。ちょっとね、いやーやっぱね、こう昔のリメイクじゃないけどさ、ね、昔のやつがまた新しいねシステムとかを、まあ、一新しなくてもいいんだけどね、別に。なんかクオリティをね、グラフィックを上げてとか、まあ、グラフィックを多少その昔の面影を残しつつね、ピクセルリマスターみたいに、僕やってないんですけど、FF のね、ピクセルリマスターみたいに、なんかそういうさ、昔の良さを残しつつ、少しね、こう、現代の技術で、こうユーザーが使い、やりやすいようにしたりとか、ね、そういう風に、やるのはね、とってもいいと思います。ね、昔を懐かしむ人もね、やるし、知らなかった人もね、やるし、でね、いいと思いますよ。ぜひ、たくさんそういうのをね、出してください。
開発の皆さん、そういうのぜひね、たくさん出してください。できれば、安めで。できればね、そんな、6000円とかね、7000円とか、毎回それだと困っちゃうからさ。できれば安めにね、出していただきたいです。まあ、一ユーザーとしてね、と思っています。ねえ、どうですか皆さん、健康に過ごしてますか季節の変わり目だったりね、また、なんだ、コロナウイルスのね、また違う株が出てきたりね、いろいろありますけど、まあ、ね、まあ、コロナがない、あるって信じてる人も、まあ、ないって信じてる人もいると思うんだけど、まあ、マスクがいると思ってる人も、マスクいらないって思ってる人も、まあ、いると思うんだけど、まあ、ちょっとね、こんだけ、まあ、いろんな意見がありますが、僕はね、僕の世界では、僕が考えている、この世界では、一応コロナっていうものはね、存在していて、というふうに思ってるんで、コロナウイルスっていうのは、まあ、存在してるんだけど、そんなことじゃないんで、別に。新型ね、今コロナって言ったらみんなが想像するやつが、あると思ってるんで、ね、マスクしたりね、あんまりこう、大人数でこう騒いだりね、しないように、僕個人としてはね、してほしいなっていう、ちょっと前の、YouTuber のね、人たちもまたありましたが、まあ、あれはうるさいっていうね、騒音みたいな感じだったけど、ね、まあ、ね、こう、周りの人が迷惑に思わないようなね、感じでやってもらえると、ね、ありがたいなっていうね、別にその人の主張は、個人的には別にどっちでもね、まあ、どうでもいいんで、その主張をね、こう、まあ、周りがそう、なんだろうな、周りの人に迷惑に思われないような感じでね、主張してもらえるといいかなと、ね、思います。まあ、あれだ、僕、あんま、この、また個人的な話だよ、これは。僕のごく個人的な話なんだけど、僕、あんまりね、神様とか、あんまり信じてないんだけど神様とかあんま信じてないんだけどね、そう、駅前とかでさ、そのね、とある宗教の方とかよくさ、ツーマンセルでやってるじゃん、ね、パンフレット配ってたりとかね、そ、あとは家に来たりとかね、とある方々が家にピンポンしてなんかね、おばちゃん二人で来てるみたいなさまあそういうのもあるんだけど、まあ、まあね、知ってもらうっていうのは大事、 YouTube と一緒で知ってもらうっていうのも大事だよね、まず知らない人にさ、ね、知らない人はまあ知らないわけだから、ね、その知らない人にこういう、ね、素敵な考え方がありますよとか、まあ、こういう素敵な、ね、動画がありますよみたいなっていうのをね、言うのはね、まあ、間違ってないのよ、間違ってないと思うんだけど、まあ、ちょっとそこにさ、その、ね、その受け取る側がね、ちょっとうわって思ったりさ、まあ、先入観ももちろんあるよ、先入観ももちろんあるんだけど、うわって思ったり、なんか、あ、ちょっと怖いな、みたいな感じで、思われちゃうとね、ちょっと、まあ違うかな、とはね、思うんで、別に、特定のね、特定の、まあちょっと、ちらっと言ったかもしれないけど、特定の何かをね、指してるわけじゃない。まあ、そういう人たちね、そういう人たち。そういう人たち。ポイントではなく、そういう、ちょっと広いはね、広い視野を持って聞いてくださいね。まあそういう人たちはね、まあ、いるけど、まあ、受け取った側がね、どう思うかとかね、まあ、そういうのをね、ちょっと考えながらね、おのおのやっていただけるとね、あんまりこう、摩擦が、ね、こう、まあ、強くなりすぎないね、まあ、多少あったとしても、まあ、そこまでこう問題にならないようにね、まあ、なるんじゃないかなと思いますんで、まあ、穏便にね、何事も穏便にね、済ませられるようにね、っていうとなんか、ことなかれ主義とか、ね、またとある層に怒られそうだけど、まあ、喧嘩というかね、その、まあ、なんか建設的なさ、話なら、いいよ、なんか、お互いこう前に向かって、ね、何か改善に向けてさ、お互いがこう意見を出し合うとかはいいけど、まあ、そういうのは喧嘩とは言わないじゃん。ね。まあ喧嘩は良くないですよね。喧嘩は良くない。その、ね、ただお互いをさ、こう、潰し合うだけっていうかさ、ね、お互いの意見がこう、なんだ、認められないがゆえに、このお互いを消そうとするようなさ、喧嘩はね、あんまり、ね、その問題に関しては、なんか、あんまいい影響を与えないんじゃないかなとはね、思いますんで、
まあ、なんかねお互いがこう譲り合えるところだったりとかね、それかお互いの意見をこう合わせたことで何か新しくね方向性が生まれたりとかね、まあ、そういうねことになってくれるとねいいかなと思います。これ何の話だっけ、これ健康の話だっけまあそんな感じですね、そんな感じ。よしでね、今日はおそらくアライアンスアライブの次が、アップされるのではないかという、予感がしています予感がしています。なんでね、おそらく夕方には上がるのではないかと、アライアンスアライブはね。他にもさ、まあ、そのアライアンスアライブのその今日アップする分のその先ももちろんもう収録してあったりとか、あとは違うゲームをね、まあ、息抜きでもないんだけど、フリーゲームでサクッと終わるやつをプレイしてたりとかね、そういうのもあるんだけど、まあ、いかんせんちょっと僕のねスキルが足りなくてね、どうやってさヒカキンさんとかさ、まあ、ストックをねこの事前に作っといてみたいなとかあると思うけど、でそうツイッターでも僕のねフォロワーさんって言うとなんか自分がさ僕をフォローしてる人みたいなちょっと偉そうな感じしてるからね、してるからって言った今偉そうな感じするから、あんまフォロワーさんとか言うのちょっとさなんか抵抗あるんだけど抵抗あるんだけど、もう自分のことを俺って呼ぶぐらいさ抵抗あるんだけどね、そのツイッターでさ流れてきて、その動画何本作りました、これぐらいから順次配信できると思いますみたいなさ、すごいみたいな、すごいどうやってって思っちゃうけど、ね、ラジオはさもうギリ今ギリ間に合ってるのよね、毎日だいたい毎日だいたいねだいたい毎日ギリ間に合ってるんだけどね、ゲームの実況でさ僕全然うまくできなくてさ、まあ編集がね、編集、まあ、実況がうまくできてることはないんだけどこのラジオも含めてねないんだけど、ね、ちょっとあんまりさこうクリエイティブなさ感じにねできなくてさ、まあ、センスがないんだろうな、そういうセンスもスキルもないんだけど、まあ、ちょっとねその更新頻度とバランスを取りつつ、なんかあんま変にというか自分でああこれ凝ってやったなって思っててもさね、結局その、まあ、出来としては凝ってないのよ自分でこれ時間かかった凝ったなって思っても、まあ、結果として見てみるとさ別にそうでもないんだよね。だからねちょっと、まあ客観的にね見つつ客観的に見つつちょっとその更新頻度とのねバランスを取りながら、まあ、そんなね2日も3日も、まあ、空いてるんだけど、できればね毎日まあ、このラジオとね同じようにね毎日上げられた方が比較的見られやすいのかななんて思ったりするんだけど、どうなんだろうね一応今は時間はさ合わせてるけど、まあ、更新頻度がそんなに高くないから別にねその時間にね何をチェックするっていうわけでもね、まあ、僕を狙って見てる人っていうのがそもそも、もうほぼいないんで絶滅ではない、これ発展途上の段階だから、まだ発展途上中だからね、まだそういう感じだからね、ちょっともう少しね多くね、動画を世に送り出せるようにねしようかなっていうかできるように頑張りますね、頑張りますので、引き続きこちらのラジオもそうですけど動画の方もね、まあ、興味があるゲームをやってたらよかったらね見てもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで今日もね結構喋っちゃったな、なんだかんだねなんかね駅前の、ね、ツーマンセルとかそんな話もしたけどまあそんな感じでね日々を過ごしていますのでね、皆様も健康にお気をつけてお過ごしください。あと前回のあれ冒頭のあれどうでしたまあどうでしたもクソもないんだけど、まあ、結構コメントしてくれる、ね、方がいて、前回の動画は僕とのキャッチボールなんだけど、お話をねしてくれる方がいて、そのコメントがされてるのでも多少 見られやすくなるのかな、コメントが入ってるだけでも、なんか前回分はね結構まあ、2桁
僕の中で非常に多いね、あの2桁見ていただいて、まあ、そのコメントの影響が一番かなとは思うんですけど、あの、で、冒頭のね、冒頭の無音の中、急に急に歌ってるっていう、ね、ちょっとホラー動画をお届けしてしまいましたが、まあ、そう歌ってみたとかもね、まあ、やりたかったりするんだけど、まあ、ちょっと環境がね整えばという感じですかね。環境と時期がそんなこと言ってるとね、いつまでもあのできないからあれなんだけど、まあまあそんな感じでね、ちょっとあの引き続きね頑張りますので、よろしくお願いします。これ何回も言ってるな、これ。では今回はこれで終わります。じゃあまた明日ですね、本日もご視聴ありがとうございました。